法王丸。法王丸は、幕末に江戸幕府によって建造された西洋式帆船。幕末に日本で建造された洋式大型軍艦の中で最初に巡航した。蒸気船の急速な普及のため旧式化し、実際には軍艦ではなく輸送船として使用された。法王丸は、1853年、嘉永6年に建造が決まった。これは、 同年に起きた黒船来航を受けて、解剖強化策の一環として決まったものである。幕府の命により、浦賀奉行所の担当で建造されることになった。同時期に、水戸藩に朝日丸の建造が命じられたほか、薩摩藩も昌平丸などの建造を進めつつあった。これらの大型様式軍艦の建造に合わせて、大船建造の金も解除された。 エドワンの海上警備を担当する浦賀奉行所は、1846年のアメリカ東インド艦隊司令長官ジェームズ・ビドル提督の来航などを踏まえ、軍用船の整備を従来も細々と進めてきていた。1849年、海江2年には西洋のスループの設計を取り入れた和洋折衷の小型帆船、青い春丸を建造したこともあった。黒船来航後、 浦賀奉行は、火災事故で失われていた、青い春丸太の船建造を提案、老中、安倍正宏の強い後押しを受けて、法王丸と、スループ二隻の建造として実現することになったので、ある。建造は、中島三郎介を中心に、加山栄左衛門、笹倉東太郎、春山弁造ら浦賀奉行所の寄り木、同心を担当者として、 船大工当領のカスヤ・関西ザの協力の下で進められた。ただし、船舶工学出身の海事士研究者である足立博之は中島らよ力や同心の関与は管理部門だけで、実際の設計などは船大工が行っていたと推測している。1853年10月22日、嘉永6年9月19日に裏画像船書で寄港され、 1854年6月6日、火影7年5月10日に竣工した。建造期間は8ヶ月間という驚異的な短さで3ヶ月早く寄港されていた昌平丸、1854年12月竣工よりも先に完成し、そのため、法王丸が日本で建造された最初の洋式大型軍艦となった。元船を建造した浦賀造船所は、 管理丸の整備などにも利用されたほか、明治維新後に再考されて、軍艦用の造船所として発展している。なお、竣工した、法王丸には、日本船籍を示す、船旗（当時の用語で、送船印、または、総員に新たに定められた日の丸が形容された、ことから、日の丸を初めて形容した船との説がある。日本船旗としての日の丸の起源についての定説は、 薩摩藩主、島津成明と、幕府解剖参与、徳川成明の信玄によって、総船印には、日の丸の登りを用ることになり、1854年9月1日、火永7年7月9日に、老中、安倍正宏により布告されたというものである。実施の第一号は1855年に、薩摩藩から幕府に献上された、昌平丸の船尾に掲揚され日の丸とされ、 歴史学者の松本健一や国文学者の照岡康隆など複数の学者がこれを支持している。これに対して、足立博之は従前の定説は俗説に過ぎず、日の丸の船印は浦賀奉行の提案によるものであり、徳川成明の強い支持もあって1854年の法王丸春行に最始日本船の総員として規定された結果、 その後に建造された、昌平丸にも適用されたと主張している。議論の詳細は、日本の国旗日本の国旗としての歴史を参照。鳳凰丸は、3本のマストの内全2本に、黄藩、最後尾マストには重藩を持つ参照、バーク型小舟である。当初の設計では日本マストのブリーク型搬送であったが、建造途中で変更された。船体も当初は、 全長108尺32.7メートル閉ざれたのが120尺36.4メートルに拡大された。船体の外観は漆で赤く塗装され、船首には鳳凰の共像型の船首像、船尾にも鳳凰の尾をかたどった彫刻のある華麗な姿であった。船底は生物付着防止のため銅板で被覆されていた。武装は大砲十門。 7.5巻目大筒4門、3巻目中等6門が装備されたほか、近接戦闘用に銃剣付きの様式小銃50丁も搭載された。設計にあたっては、以前建造のスループの図面や天文型肖像の図面のほか、海影2年ウルーシ月、1849年5月頃に、裏側に出現した、イギリスホブネ、マリナー号の観察記録や、 再来航中のペリー艦隊の観察記録が参考とされている。船体構造は竜骨に、木材、松羅を組み合わせた上から外反、内板や甲板を張ったもので、基本的に西洋式であるが、和船の技術が大幅に取り入れられているのが特徴である。純粋な洋式構造船体に近い、昌平丸や朝日丸では、木材が60組使用されているのに対し、 宝王丸では、水仙下で十六組、水仙上でも二十五組しかない。代わりに、宝王丸では、外棚や内棚などが、枠木やかすがいで強固に接合されて、船体強度が確保される構造になっており、これは在来型の和船で用いられてきた棚板作りの技法を併用したものある。洋釘は使用されていない。手慣れた和船構造を取り入れることは、船体強度を確保しつつ、 後期の大幅短縮を実現させた。ただし、6材が少ないことは、防弾性能の低下を招いており、足立博之は、軍艦としての使用は困難であったのではないかと、推測している。偽装関係でも、翌年の黒船再来航に間に合わせるため、一部で装備の簡略化が行われている。幕府の艦船規定では、 小布は黒い帯の入った中黒帽が正式であったが、春高時には製造が間に合わず、最後尾のスパンカーを除いて、白穂で済ませている。翌年3月までにはすべて中黒帽となった。武装も、春高時には大砲10門のうち4門が不足した状態で、翌月までに追加装備となった。法王丸は、春高翌日の1854年6月7日。 カエ7年5月11日に試験公開を無事に終えた。翌1855年4月18日、安政2年2月30日に老中や若年寄りら幕府要人の関越を受けた際には植えて回し、での高度な逆風航行や射撃演習なども行い、非常に好評であった。この時には船将、艦長は置かれず、浦賀部行所の中島、佐々倉の両名が、 副将、副長として、指揮をした。軍艦として着工された元船であったが、すでに軍艦の主流は、蒸気船に移っており、旧式であることは否めなかった。そのため、主に輸送船として使用された。幕府船として運用中の1866年、慶応2年には、石川島造船所で大規模な修理工事を受けている。かつ改修によればこの時に、 豊島型へと改装されたというが、現存する絵図や公文書の記録からは、豊島型とは別物と考えられる。母親戦争時には、大野豪丸と共に、仙台藩に輸送船として貸し出され、榎本武明率いる旧幕府海軍脱走艦隊が同地へ寄港した際に、返却された。榎本艦隊に輸送船として加入した、鳳丸は1868年12月1日。 明治元年10月18日に、宮古湾を出港し、12月3日に領館7隻と、共に、江戸地、北海道和志の木へ到着、乗船した部隊を上陸させた。その後の函館戦争を生き延び、五両閣陥落後の1869年7月15日、明治2年旧暦6月7日に、室蘭中遁の開拓法305名、上院含むを乗せて、沢良村へ赴もき、 新政府軍に投降した。明治政府では初めは、兵部省に在籍したが、間もなく大蔵省へと移管された。本船や、同時期の、昌平丸、朝日丸について、かつ海舟や栗本常運は、外観を西洋風にしただけで、実態は和船に過ぎず実用性も皆無であったとする。強風で船体が分解した、順風でしか航行できなかったなどとも述べる。そして、 本線などを低く評価する一方、後にエフィムプチャーチンなロシア人の指導下で建造されたヘタゴービ量産型の君沢型スクーナーを真の国産初の洋式船であると高く評価した。その後の日本近世造船史、1911年間なども桂の解雇録に依拠して同様の低い評価を与え、通説となってきた。これに対し、石井健次や立は、 1966年に発見された船大工による当時の造船記録などをもとに、法王丸などは十分に堅固に作られた様式船であったとの説を提唱している。石井らは、かつ海舟らは造船現場に関わったこともなく、事故の功績を誇るあまり先駆者の業績をことさらに軽視したのだとする。従来の通説に関しても、不十分な資料批判で形成されてしまったものだと、 指摘する。そして、日本の近代造船導入は、独学だけで達成することはできず、長崎海軍練習所の功績が大きいとは、認めつつも、鳳凰丸などの建造を外観だけとするのは誤りであるし、逆に、理論教育を伴わない、ヘダゴ建造は過大評価されていると主張していい。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。